今回は第1回ということで、人文科学研究所の藤原達史さんにお越しいただいております。ということで、藤原さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。一つ目、やっぱり一番重要な類似点は、スパニッシュインフルエンザの時も今もですね、人の移動が非常に多かったということです。二つ目はですね、その結局初動を誤るんですね。それとやっぱりこういう全ヨーロッパに情報が広がった、共有されたということで、これがいわば思想史的に大きなインパクトを与えたというのも、このリスボン地震の大きな特徴だと言われております。なんでこれほどまでに大事なことが忘れ去られたのか。でこれは私たちがコロナウイルス後をどういうふうに考えていくかというときに極めて重要な情報をちゃんと残して、でどういうことが考えられたかも残して、一体何が問題だったかということをやっぱりちゃんと赤裸々に残していく必要があると思うんです。新型コロナウイルスが今出てきている今も、非常に多くのなんか信頼すべきものだったものがガラガラと崩れているという状況が来ていると思う。でおそらくそれが人文科学、社会科学の従事している人間であればすぐにキャッチできることだと思うんです。信頼がなくなったということ、やっぱり社会システムなるものがあって、普段は非常にその中で守られているというか、通常の快適な生活を送ってこれたわけですが、これがこんなにも脆いというか、空気のように感じていた社会インフラというもののある種の脆弱性ということ、非常時ですから我々のフェーズといいますか、ものの考え方が平常時的なものから非常時へとガラッと変わっていて、 でもこれがもしかしたら定着してしまうと、先ほどおっしゃったようなナチ的な動きって多分そこから出てきたという、そういう可能性もあるんだと思います。これは戦争だからしょうがないんだという形で人々に伝えようとしているわけですけれども、これの中で何が失われていくのかということを、私たちはやっぱりこれこそ冷徹に見ていかなきゃいけないというふうに思ってます。人々のそういう自然なんていうか気持ちですね、自由を捨てたくなる気持ち、ここで抗うべきものこそ人文知であったり、そこが私たちは試されてるんじゃないかなと。